the ice, representing Japan, Katsuki Machida.
町田さんの得点 184.09 今シーズンの自己最高得点を更新しました。総合得点 282.26 現在の順位は第1位です。頑張りました。町田樹選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。今の率直な気持ち聞かせてください。僕の全てをこの舞台で解放したつもりです。ショート1で迎えるこのフリー、どんな気持ちで滑りました？やっぱり順位とかスコアとかを全く意識せずに、作品のみを完成させるんだという気持ちでだけでやろうと思っても、やっぱり1位という順位だったり98点というスコアが拭いされなくて、非常に苦しかったんですけど、でもいや本当辛い4分半でしたけど、最後まで懸命に踊ったつもりです。その結果パーソナルベストで現時点で1位です。そうですね、パーソナルベストを更新できて、いや本当にちょっと達成感はありますけど、まだスケーターが4人残ってるのかな、まだ僕の順位は分からないので、あとはもう僕はもう人事を尽くしたので、あとは天命を待つのみです。最後に一つだけ、2年間ずっと町田選手を助けてくれて成長させてくれた火の鳥、シーズン終わって今どんな気持ちですか？いや、やっぱりまだまだ反省点はあるんですけど、でももう僕の全てをこの4分半の火の鳥にかけたつもりですし、もう悔いはないです。やりきりました。ありがとうございました。ありがとうございました。町田選手、銀メダル獲得おめでとうございます。ありがとうございました。今どんな気持ちですか？いやもうすごく清々しいです。もう悔しいんですけど、はい、いや来年は金を取りに行きます。彼を抑えて。彼とは羽生選手です。もういやもう本当尊敬します。ただ次は借りを返します。先ほどどんな話されてたんですか、羽生選手と？いやもうなんて言うんだろう、彼は非常に僕より5つか4つ年下なんですけど、なんかいつも彼にインスパイアされて頑張ってきたので、なんかとってもお互いやりきりましたし、すごくいい戦いだったんじゃないかなと思います。また来年も一回も勝ったことないですけど、でもしっかり来年は勝てるように頑張りたいと思います。最後に一つだけ、町田選手にとって初めての世界選手権、どんな舞台でした？うまいこと言いませんけど最高の舞台でした。本当に会場に来てくださった皆様、そしてテレビの前で応援してくださった皆様、本当に感謝しています。ありがとうございます。